うこです。今日はちょっと見えてるんですけど、花いけ第3弾です。第1弾と第2弾は1つの花瓶に1種類のお花を生けるっていうのをやったんですけど、今回はね、複数の種類のお花を1つの花瓶に生けてみようと思います。まあすごい気楽な感じで見てください。花屋では何年か働いてたんですけど、そんなにねめっちゃプロってわけではないので、もうすごい気楽な感じで見ていただけたらやりやすいですという感じで花を生けていこうと思います。ではスタート。今日使うお花たちを紹介します。まず季節のお花のシャクヤクです。こんな感じ、結構ボタンとかに似てるって言われるお花ですね。5月とか6月がシャクヤクが一番出回る時期です。なんでまあ6月いっぱいぐらいであまりね出回らなくなっちゃうんですけど、本当にすっごい綺麗なのまだこれ満開じゃないんですけど、結構大きいお花ですね。これの特徴が、つぼみの時がこんな感じ、写真撮りました。本当にもう丸くてキュッとなってるつぼみなんですけど、それがねゆっくりゆっくり開いてこんな感じの大きい花になります。シャクヤクは小さいつぼみからこう大きくダイナミックに開くのが楽しめる季節のお花です。咲き方とか花の色もいろいろあって、淡いピンクとか白とか、あとは黄色とか、本当にいろいろあります。はい、あとはカラーです。ここ実はお花じゃなくて葉っぱの一部みたいな、ガクって呼ばれるものなんですけど、中に棒みたいなのが入ってるんだけど、そこがね一応お花と呼ばれる部分です。あ、で里芋科のお花で、里芋食べれるお芋と同じ、なんて言うんだろう、部類の植物です。でこれガーベラです。ただガーベラでも咲き方がいろいろあって、これはガーベラの中のスパイダー咲きっていう、こういうもうどうなってんのっていうファシャファシャしたちょっと寝癖みたいな感じの咲き方で、これが、ロシアンオリーブですね。ちょっとオリーブの葉っぱに似てるからそういう名前がついたらしいんですけど、まあ似てるような似てないような、色味は似てるけど形はオリーブの方がもうちょっと丸っこい感じしません？まあそんな感じのグリーンです。私は結構ロシアンオリーブ色味がすごい好きで、あと合わせやすいのでよく買うんですけど、次ナルコランです。ナルコラン、ここにね、この裏側にちっちゃい、スズランみたいなお花がつく、ナルコランという葉っぱですね。こんな感じで白いラインが入ってる、なんかおしゃれな、でも和の植物にもすごい合う葉っぱです。これもめっちゃ聞いたことあると思うけど、カスミソウです。でドライフラワーにも簡単にできるので、結構お家に飾ってる人とか多いんじゃないですかね。で今日は6種類のお花を生けてみようと思います。お花の水の量なんですけど、お花には茎の長さに対してたっぷりお水入れた方がいいお花と、すごく少なめにお水入れた方がいいお花があって、今日で言うとカラーとガーベラは少ない方がいいんですよ。もう本当に茎の長さに対して 2,3 割お水が入っていれば十分くらいのお花。シャクヤクとロシアンオリーブとかはどちらかというとお水たっぷりめに入れた方が持ちやすかったりとか、綺麗に咲きやすかったり、水が下がりにくかったりするお花たちですね。でこういうのを一緒に生けるときは、深めに入れた方がいい植物に合わせた方がどちらかというといいです。少なめに入れた方がいい植物っていうのは、あんまりたっぷりお水を入れてると茎がね結構腐りやすくなっちゃうんですよ。なんで深めに入れても枯れはしないです。お水が綺麗に保っていれば。深めに入れた方がいいお花たちは、お水をね深めに入れることでこう水圧をかけてお水吸いやすくするんですよ。でその水圧がないとお水を吸いにくくて、こうお花の頭がねだらんで垂れちゃったり、綺麗に咲かなかったりするので、深めに入れた方がいいお花にお水の量を合わせるのがいいと思います。今ねこれぐらいのお水入れてるんですけど、今日はシャクヤクとかがあるのでお水たっぷりめにします。重い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 
に入れた花瓶に生けていきます。お花生けるときね、私はあんまり全体図を考えずに、とりあえず組み合わせだけ、生けやすさで言うと、こういうね、葉物を少し多めに買ってくると、あの複数輪生ける時でも花瓶の口のところでこうお花の茎がね固定されるので、あのすごく生けやすいです。私は、葉物から入れていく方が生けやすいので、最初にロシアンオリーブ、今一瞬忘れちゃった、ロシアンオリーブ生けます。で、こういうね枝物はこんな感じでね、長さを花瓶に合わせて切った後に、茎のところをパチンと真ん中にハサミを入れて深めに割りを入れます。太い茎の場合はもう一回十字に入れてちょっと裂けさせてあげるっていう感じで、こういう風に茎のところがいっぱい切り込みが入ってる方が、こういう枝物はお水を吸いやすいです。私花屋で、まあ、3月まで働いてたんですよ。この間の3月まで本当に毎日のように触れてたんですけど、最近もう今別の仕事をしてて、あんまりこう触らなくなってると、あってあたふたする。実はね、この花生けの動画ね、もう2本この間撮ったんですけど、あ、ちょっとどうだろうって思ってちょっとボツにしちゃって、やっぱりね、続けることって大事だなって思ったんですよ。だからそこでね、なんか花屋で学んだものを忘れないように YouTube で少しずつね、なんか続けていこうかなと思ってお花を生けてます。かわいい、芍薬。いらない葉っぱは取っちゃってください。で、できたらフラワーナイフ、お花屋さんとかに売ってるんですけど、こんな感じでね、ナイフを入れてください。で、カラーはもうシンプルにまっすぐカット、こんな感じで、ガーベラもカラーと一緒でこんな感じでまっすぐ垂直にカット。はい、こんな感じで完成です。複数輪生ける時の、まあ、こう全体のバランスのポイントとしては、隙間を埋めてくれるようなお花を一つ入れるのと、こうちょっと大きめのものがあるとバランスが取りやすいのと、ちょっと上に出るような葉物とかお花とかがあるとちょっとおしゃれな感じに見えます。ガーベラちゃん、こんな感じです。はい、今日はこんな感じでお花を生けてみました。これからね、もっともっと気温が暖かくなってくるとお花がね結構持ちにくくなってくるんですけど、できるだけ涼しいお部屋に置くのと、まあ、風通しがいいお部屋、あとはお水をね、もうほんと冬は結構 2,3 日変えないでも綺麗なままだったりするんですけど、気温が上がるとお水がねすごく濁りやすくなるので、できるだけ毎日お水を変えてあげて、でお花の茎はね切り口新しくしてあげるとお水がねまた吸いやすくなって持ちやすくなるのでおすすめです。あのお花屋さんでお花買うと、あの大体ね結構お花の栄養剤がもらえるんですけど、これお花の動画でね何回も言ってるんですけど、絶対に入れた方がいいです、本当に。以上、うーこでした。バイバーイ。はい、ということで今日は花生け第3弾でした。あと YouTube のコメントでもすごいね、お花買ってみましたとかって言ってくださる方がいるのめちゃくちゃ嬉しいので、もしねなんかよかったら教えてください。